関東鉄道関東鉄道板子営業所関東鉄道は崎車庫は崎車庫関東鉄道は崎車庫は茨城県上洲市は崎に所在する関東鉄道板子営業所のバス車庫である。旧名は関東鉄道は崎営業所車庫略記はは崎きの HS。は崎車庫が受け持つバス路線として鹿島神宮駅から上洲市内を経て 長子駅間を結ぶ路線バスと、羽崎上か地区東京駅間を結ぶ高速バスを運行している。また、板子営業所本所の路線も一部担当している。なお、高速車については、鹿島サッカースタジアムでの J リーグの試合開催日や、繁忙日に、鹿島号の臨時便、座席指定制のスタジアム直行便にも運用される場合がある。 は崎海水浴場線、利根川線、海岸線、上須市コミュニティバス2018年11月1日、運行開始。当初は1系統、2系統のみの運行で、2020年10月末までの実証実験だったが、好評だったため、引き続きの実験運行の延長となった。その後、2020年10月1日より3系統、4系統を追加。 2021年3月末までの実証実験での延長運行を経て、2021年4月より本格運行を開始した。は、先号あたり車庫は、車両在籍数が少なく、一般路線車は在籍する5台すべてが中型車である。かつては、丸目二頭の日の中型車 RJ が多く配置され、長子化しません及びその視線に運用されていた。 その後、富士重工業 7E ボディを仮装する、イスズ LV や富士十 6E ボディのイスズ LR も、配置されていた。しかし、海沿いのルートを走行することなどで塩害による、車体の腐食も激しく、日の RJ の 1230HS、1231HS、1259HS、イスズ LV の 1331HS、1469HS などは、 関鉄の他の営業所で同種の車両がまだ廃車されていない時期に廃車となった。2016年現在は、元京成バスの日の RJ が2台と、元西部バスの日で RM3 台、そして森市の山百合号で使われていた三菱エアロミディ1台が在籍する。かつて他事業者からの移籍者は、関鉄のミトナンバーエリアでは、唯一の京阪バスからの移籍者。 日の RC が在籍していた。しかし、年式や車体の腐食が影響し早い時期に廃車となっている。その置き換え用として配置した横浜市交通局からの三菱 MP も冷房装置の不調により2004年秋で廃車され、代替として、つくば中央営業所から転入した同系の1台も、千葉県での運行に必須な装備である DPF が未装着であったことや、 故障も多かったことから転入後1年も経過せずに廃車された。他に西部バスからの富士 17E ボディを仮装する UD トラックス車も在籍していたが、2004年の減便に伴い龍ヶ崎営業所に転出し、特定車として運用している。高速バスは新旧の伊スズガーラが4台配置されている。かつてはそこから行きレジ内を通過していたが、 柏シマ北航路浚渫工事のため1999年に、現在の県道を239号線に迂回する、ルートとなった上ミ市、コミュニティバス高速バス羽崎東京駅線特別、時刻表関東鉄道 HP2021 年3月28日、閲覧。12月1日より新キロ線バス、八タベ公民館上ミ再生会病院線、カミ市社会実験バス、運行の、 お知らせ、ありがとうございます。